は浩太です。今回もポッドキャストを撮っていきたいと思います。9月も入り、パッシュいつも神社参拝に行ってるんですけど、その神社参拝についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。改めて神社参拝、パッシュは何のために行っているかというか、まあそのルーティン化して神頼みみたいな形で最初は始まったんですけど、改めて毎月行くなら毎月の目標をそこで叶えるような、願うような形で頑張りますと。なので神様安全に皆さん怪我なくよろしく見守ってくださいと、よろしくお願いしますっていう形にしていこうと思って毎月やっております。YouTube の方でも何度か神社参拝行く風景っていうのは載せたので、そんな感じで目標をみんなで言い合ったりとか聞き合ったりしてやっております。これすることによって、まあ、現状の把握というか、前月どれだけだったのかとかも把握できるし、これからどんなことしなきゃいけないかっていうのも把握できるので、そこって大事だなと思って、そして改めて結構やっぱり僕らはやっぱり利用者としてやっぱり売り上げが全てだから、売り上げがないとやっぱり自分の給料とかも上げていくこともできないし、もらうことも危うくなってしまうので、そういうところの数字っていうのを自分たちで見るっていう習慣をつけるためにも、そういう目標を言う場所、そういうところを設けて、そうすることによってそのまた深くその数字を見たりとか、自分の顧客数とかを確認したりとか、そういう習慣になっていくといいなと思って始めましたね。あとは あまりみんなで動くことってなかなかないので、僕らはいつも歩いて行っております。だいたい10分15分、その間でいろいろ喋ることもあるし、朝なんで頭の回転とかも良くなるように運動したりというか、そういうことにもつながるかなと思ってやっております。結構川上さんと共にセミナーとか全国回った時に、そんな話をこうやってやってるんだよとか言ったら、やってる方も多々いますね。全国のバーバーさんのインスタグラムとか見ても、1日に神社行ってきましたとかもあって、ちょっと嬉しいなとか思いながら、そんな感じでこう目標祈願プラスみんなとの交流も兼ねて、そんなことをやっております。ちょっと今回短いかもしれないんですけど、一つアパッシュのルーティーンっていうのをお話しさせていただきました。今回は以上です。ありがとうございます。それではまた。